それじゃ任務開始ね。ここはお玉の持ち場だな。怪しい奴はいたか。ちょうど通ってったとこだよ。向こうに走ってった。来るものに油断を信じの刃。そこで逃げちゃダメよ。死んだ。はい。支援をありがとう。ナイスで頑張れよ。準備万端だ。受けよ。あたいの全力。これが忍びの術。そこで。逃げちゃダメよ。そこね。また角を曲がった瞬間に見失った。姉坊、向こうだ。ここにも子供が。サンキュー。他のやつにも伝えときな。絶対に見失うなってよ。わかった。支援ありがとう。振り飛車行くぞ。そこで準備万端で極低音の一撃。ウォリャー砕け散れ。これが忍びの術。そこで一応バン。ナイスで頑張れよ。瞬身の術。当たらねえよ。次の十字路にいるのは次郎だな。しっかり待ち構えとくんだぞ。今度こそ捕まえるからな。お姉さんのご褒美、何かしら。ジロこのあなた、変な連中、それか子供を見てない？ごめん、姉坊。ジロ、大丈夫か？どうしたんだ？追ってる途中で親父に捕まって、飲みに行くから店番をしろってこっそり逃げ出してきたんだけど、こうなっちゃったか。まあ仕方ないわね。そういうこともあら。ほら出てきな。怒ったりしねえからよ。姉坊。なあ、こりゃ転んだ怪我じゃねえよな。クソガキが、殴ってもわかんねえのか。ひどい匂いね。動くんじゃねえ。それ以上近づくならこの薙刀のサビになるぞ。またてめえか。たく、店も見ねえでこんなやつとつるみやがって。
ジロウ、東映の存亡に関わる大事な仕事をしてんだ。おめえなんぞのしょうもない店で偽物を売るより、ずっとずっと大事なことをよ。知ったことかい。ほら、とっとと帰るぞ。いやだ、帰りたくねえ。帰りたくねえだ。てめえこの。動くなっつったろ。あたいのことはどう言ってくれても構わねえ。けどよ。あたいの大事な射程に手を出すやつは絶対絶対許さねえ。ねえ、跳ね返り娘。なあ、揃いも揃って変な顔しくさって、しゃあねえだろ。あれくらいやらねえといつまでもいたちごっこだ。さっきのアクセスキーの霊気、自分で消したんじゃないのよね。ああ、そいつがどうした。さっきアクセスキーから神力が消えた。あれはガイアがあなたの権限を一時的に取り消したからよ。モディファイアの神力を使って人間に必要な範囲での干渉をすること、それは一般的にガイアで許可されているわ。でも殺意を抱いた場合は別。うん、そんどぎゃ素手でやるか。それは冗談のつもりかしら。あたろうよ、あたいだってちゃんとわきまえてる。けどあれくらいはやらねえと、ジロウがかわいそうで仕方ねえだろ。ま、あの逃げた酔っ払いはいいとして、人探しの方はどうするつもり。それについて自信はあるんでしょうね。ああ、ちょっと待ってな。相手に感づかれて見失っちまったか。大丈夫だ。ちびっこ忍者たちをちょっくら休ませたらすぐ捜索再開すっからよ。こっちにはもう時間がないの。でも、あのちびっ子たちが休める場所なんてあるの？あたぼうよ！やり返すときはどうすりゃいいか、前に教えたろ。でも、まだ怖くて。そうか。こいつらがついてくるのは、あたいが人形もんだからだよ。約束したんだ。ちびっ子どもを集めて金貯めてよ。こいつら全員姉天の学校に行かせてやるってな。それができりゃクソ親どもから恨みを買ったって構わねえ。それがあたいにゃ間違えてることには思えねえからな。
ここはあたいが育った場所でもある。大体のやつとは顔見知りよ。そいつはもう臆病もまた名声ってな。別に嘘じゃねえさ。あたいがなんで人侠門って名乗ってるかわかるか。ありゃ覚醒したばかりの頃だ。あたいにゃガイアが何なのかもリスベインが何なのかもわからなかった。ただ理由はねえけど、あたいがみんなを世界を救うんだって、それだけはわかった。みんなを守って世界を救う、そいつができるのは人侠もんだろ。だからあたいは人侠もんを目指し始めたんだ。リスベインを倒して弱いやつを助けて本当の人侠もんになりてえんだ。まあそうやってるうちにみんなとは仲悪くなっちまったけどよ。知りて、偽物を売る悪い商人を捕まえても警察からは白い目で見られた。スリを捕まえようと思ったらババアに邪魔された。あいつはあたいがぶつかったって医療費まで請求された。あん時は誰もあたいの無実なんて証明してくれなかったよ。みかじめ料を取り立ててた筋もんを追い払った時も連中はすぐに戻ってきた。みんなからも文句を言われちまった。まるであたいの方が悪人みたいな言われようだったよ。ずっと馴染みだった連中との仲が一番悪くなっちまったくらいだ。そんなわけであたいは悟ったのさ。東映で人侠門を目指すんなら嘘のつき方と人の脅し方を学ばなきゃなんねえな。いいよ、むしろいろいろとやりやすくなったよ。世界を救うっつモディファイアの初心は人類とは関係ねえ。あいつらは世界が救われたことなんて知る必要すらねえんだからな。それと同じさ、人侠門が仁義を貫いて頑張ったところで別になんかあるわけじゃねえ。つまんねえけどしゃあねえことだ。知れねえけど今や卑弥呼とちびっ子どもとそれとおめえ以外の人間なんざどうなろうと知ったこっちゃねえんだ。おめえはかなり面白いやつだからな。帰り娘、ちょっとは休めたかしら。またトラブル発生よ。失礼するぜ。そろそろ俺たちとも話し合ってくれねえか人形のよ。